マーガレット・スチュアートは、フランス王大使、ルイの日。フランス語名は、マルグリッド・デコス。スコットランド王・ジェームズ1世と、王妃・ジョーン・ボーホーとの長女として、パウスで生まれた。弟に、ジェームズ2世がいる。1436年、トゥールで王大使ルイと結婚した。マーガレットは目を見張る美人で、多くの施策をしたという。ルイは彼女に対して、あまり興味を示してはいなかったが、 シャルル七世からはとても気に入られていた。宮廷内で司会を開いたりもしていたが、司会と偽ってお気に入りの貴族と浮気をしていると中傷を受け、ルイとの間に子供がなかったことからも子供を産むのを拒んでコルセットをきつくしているのだとそう知られた。フランス宮廷内における国王と王大,大使の不仲も、その誹謗中傷に拍車をかける形となる。 マーガレットはこれらの中傷を大変気に病み、病気がちになっていった。1445年にマーガレットは子供のないまま病死するが、その臨終の言葉は、ああ、もう人生の話はやめてというものだった。マーガレットは自身に対する中傷に対し、潔白を主張していた。死後、シャロン大聖堂に埋葬されたが、1479年、彼女が晩年を過ごした。 トゥアールにあるサンラオン教会に改装された。ありがとうございます。